こんにちは、ライムです。はい、ということで、今回はですね、ガチャ動画なんですけど、昨日の大爆死動画、見ていただけましたか？先日もですね、炎ガチャで、とてつもないね、爆死をやったばかりなんですけど、昨日またですね、それを超える、それを軽々と超えてくるような、神動画が撮れたんですよね。なのでまだ見てない方はね、ぜひそちらを見ていただきたいなと思う。で、その動画でですね、今後もうガチャするかどうかわからないっていう話をしたんですけど、それはあくまでその優勝ガチャの方ね、課金してガチャするっていうのは、今後ドリセルだけにしようかなとか思ってますので、今回何のガチャするかっていうと、前回のね、その爆死動画、神動画の中で言ったチケットね、でやろうかなって思ってます。で、またね、何を回すのかっていうと、それまたその神動画で言った内容なんですが、14の、ミンフィリアだね。ミンフィリアの第二覚醒が欲しいんですよ。で、やっぱミンフィリア教としてね、やっぱり当てておきたいなと、第二覚醒は。属性ダンジョンとかで使う上では、第二覚醒はほとんど必須だと思うんで、クイナの、第二覚醒に至るかな、デバフができるってやつなので、今後のですね、ミンフィリア使い名乗るのであれば必須かなってドリセルに今回入ってないんだよね、ミンフィリアの第二覚醒が。なんでここで当てていきたいと思います。はい、行きましょう。なんで、今回はね、もう持ってるシリーズチケット全部これにぶっ込むんで、これで この何連 ?120 連か。この120連で当たらなければ、もう、第二覚醒なしで頑張っていくしかないんだけど、マジで、残りの FFRK の余生はミンフィリアと共に歩む余生にしたいと思ってるんで。とりあえず、10連目 ?11 連か。これシリーズチケットは。11連、イゼバで、あとね、まだ見てない方ね、大勢いらっしゃると思うんですけど、生放送昨日やったんだよね。 FF14 の初の企画として、クリスタルダンジョンの FF14 ラハブレア、出たばっかりのやつ、あれを初見で攻略するっていう生放送やったんで、見てない方はね、ぜひ見てほしいなと思う。めちゃめちゃ、ね、意外と想像以上の反響で良かったと思う。好評でしたね。アンケートとかの生放送やった後もね、結構やってくれみたいな、他のね、攻略とかそういったのもやってほしいみたいな意見があったんですけど、なんか、新規装備出たなと思ったら、新ヨギだ。これ、ヤシトラかな？ヤシトラ新ヨギの匂いがする。あれ？パパリモ？ゴールデンアイ。ゴールデンアイ。なんか、ゴールデンアイみたいなゲームなかったっけ？昔、ニンテンドー 64?64 64台でそんなゲームなかったっけ？はい。全部かぶりっていうね。全部かぶりか、これ。パパリモの新奥義、ヤシトラの星6戦技、アルフィノの風チェイン、そして、アルシュファン、英雄に悲しい顔は似合わない。すげえかっけえな、これ。無駄にかっけえな。はい。次が33連目いきます。そうやったんだよね、 FA14 の攻略ね。やっぱ初見ならではの楽しさ、ああいうのは普段ね、なんか装備を整えるところから、パーティー編成からやりましたけど、普段普通の攻略動画だともう完成してるっていうか、自分の中でね、立ち回りとか装備とか完成したのを大体動画でお見せして、紹介してみたいな、で戦っていくみたいな流れでやりますけど、生放送だとね、もうぶっちゃけ別に準備してる時間がなかったからっていうのもあったんだけど、ああいうのをね、生放送ならではっていう楽しさあったよね。あと初見ならではの初見殺しね、フェーズ1の13秒くらいのあれはおもろかったねフェーズ1の惨劇はおもろかったね。オルシュファン、ラストバスティオン、LBOF、オルシュファンの LBOF、エステニアンの覚醒、
そしてオルシュファンサークルオブドゥームバースト、オルシュファンバースト、はい、44連いきたいと思います。ここまで、まあ、引き自体は悪くないと思うんだよ。あの全部かぶりってことを除けばね、全てかぶりってことを除けば全然引き自体はいいと思うんだけど、まあ出ねえなマジで。うん、まあこれはかぶりだね。でもアルフィノかなんかのやつじゃないこれ。これはなんだ、もうわかんねえな。 FF14 やってないから全然わかんねえ。イゼル、クロマモン、ブリザジャ、うん、アルフィノの、そうだよね、星5宣言、風宣言だね、はい。55連目かな。いや、出ねえな。第二覚醒だかんな。まだ、第二覚醒だかんね。言うても星6でしょ。第二覚醒って。ほら、そうだよね。このミラボだよね。このミラボが出ればいいってことだよね。つまりね。いきます。すげえ見たことあるの。これ、ヤシトラだな、これ、多分。すげえ見たことある。これ、ヤシトラだわ。すげえ見たことあるもん、これ。マジで。めちゃめちゃ見たことあるわ。ヤシトラの攻撃覚醒だよね。めちゃめちゃ見たことある。はい。66連目いきます。で、まあ、今後ね、生配信するかどうか、まあ、悩むところではあるんだけど、まあ、とりあえず、今回の古希の追憶の初見攻略がものすごく好評。また続けてくださいとか、またやってくださいとか、っていうのがあったんで、少なくとも新しく出る、まあ、古希の追憶はやろうかなって思ってる。エデンはどうかなって思ってんだよね。エデンはだって変わり映えがないんだよな。エデンってなんか、古希の追憶と比べるとなんか、自分、個人的になんか別に面白くないんだよな、エデンって。なんか、パターンがないというか。イダのレジェマテ、サンクレッドのバースト。はい、77連目。やべえな、出ねえな、これ。全く出る気しねえぞ。まあ、この FF14 のね、あらゆる装備の中から、もう、一点狙いだかんね。そりゃ出ねえだろっていう感じすんだけどね。いや、出ねえよな。まあ、そりゃ出ねえかって感じするけどね。これ、アリゼかな、なんか、女性っぽい。銃っつったらシドか。14シド。剣。あ、ミンフィリアっぽい。剣はミンフィリアっぽいぞ。しかも、長連がない。ミンフィリアっぽいぞ。お、これまさか、本当に来ん、お覚醒1。第一覚醒か。あ、でもこれマジで引かなくてよかったね。あの、引かなくてよかったっていうのは、あの、この引かなくてよかったの意味は、まだガチャ動画を見てない方はそっちを見てほしいと思う。いや、ここでやっぱ出るか。危ねえ、マジで。マジでよかった。ここで第一覚醒か。第一覚醒、正直別にいらんよな。第二覚醒だったらいいけど。で、こっちは、14指導だろ、どうせ。ほら。そうだよね、14指導。ただ14指導は結構、実は結構強キャラだよね。まだ全然シンクロ以降止まってるよね。確かね、 D 角なり救急審議出れば全然化けると思うんだけどね。はい、 OKOK。 とりあえず第一覚醒は回収。あと第二覚醒だ。あと88連いきます。88連目。この調子で第二覚醒てか、そもそも入ってるよね、シリーズに。入ってないのに回してる説あるけど。確認してない。入ってるよね。さすがに入ってんだよね、これ。オルシュファンだね。どう見てもオルシュファン。なんだ？オルシュファンって D 角入ってんだっけ？オルシュファン、なんだ？新奥義？まあ、オルシュファンの新奥義入ってんだったら、ミンフィリアの第二学生入ってんだろ。知らんけど。はい、99連目いきます。99連目。とりあえず、まあ、ミンフィリアの第一覚醒を回収か。もうこの時点でミンフィリアの第二覚醒じゃないかんな。もうこの時点で外れだよな。
これはもうエスティニアンだもんな。 D、D 角ね。エスティニアン D か SD か。エスティニアンの D 角使ってみた動画アップしたよね、確かね。アップしてるんで、あのご興味ある方はぜひ検索してください。エスティニアン D 角とかライムとかで検索すれば、まあエスティニアン D 角だけでも多分出るけどね、おそらくね。はい。次が何連目だろうね、これね。110連目かな、多分。110連目ぐらいでしょ、きっと。さあ、どうじゃ。さあ、どうじゃ。うわぁ、もう外れ。この時点で外れ。なんだろうね、もう別に、もうこの星5の時点でめちゃくちゃどうでもいい。だから、オルシファンめちゃくちゃ揃ってくんな、こいつ。オルシファンめちゃくちゃ揃ってくんな。盾装備してて攻撃受けた際、低確率でそのダメージ軽減。クソ、ゲロ弱だな。ゲロ弱。マジゲロ弱。はい。121連目。なんかさ、こういう FFR 系ってカバウ系のキャラ息してないよね。全然。全く息してないよな。あ、出た。出た。この、ただのミラボ。ただミラボ出た。これ第二覚醒だったらマジ激アツ。激アツファンタスティックエブリデイ。ロッド。ロッドの時点でもう外れ。エノキアンデスペア。さあ。はい。ね、ラストかなこれ。ラストだね。ラストだね。100。何連だろうこれ。132連目かこれ。132連目だか140。3連目だからね、これね。お、この数。まさか、ただのミラボがこんなに嬉しい日が来るとは。久方ぶりだよね、ただのミラボが嬉しい時って。あの、多分、覚醒実装以来の嬉しさだと思う、これ。違うな、これな。違うな。あ、違うな。違うな。ミンフィリア多分こんなんじゃねえぞ。違うな。イダだな、これ。イダモデルだな、これ。違うなー。違うなー。違うよな、これ。イダの覚醒だね。これ、イダのなんだこれ、第一覚醒なのかな。一定時間文句使用時、文句浴び使用するたびに文句ダメージアップ、待機時間短縮。割と強めだね。文句ダメージアップ、最大3段階書いてある。多分 1.3 倍までかな、多分ね。アップ中とか書いてない珍しいパターンだね、これね。まあ、シンプルながら強めの覚醒と、アルフィノだ！アルフィノのゲージ戦技。アルフィノのゲージ戦技に、シドの超絶か。クワッドエレメントモード。もうなんかシドの今存在する装備ほぼ揃ったような感じがするね、これでね。なるほど。終わりだ。終わりだわ。第二覚醒出ねえか。もう第二覚醒そうなるともうあとドリセレ待ちになるのかな。なんかミンフィリアの第二覚醒いつ実装されたかもう全然記憶が定かじゃないんだよな。いつだ？ D 角と一緒に実装されたのか、ミンフィリアは。いつなんだろう、全然覚えてない。全く覚えてない。ドリセレいつ入んだろう。どうすっかな。結構第二覚醒ないと属性ダンジョン運用厳しそうな気すんだけどね。ちょっとミンフィリア使ってみた動画考える余地がありそうだ。まあ少なくともシリーズダンジョンかな。なんかシリーズダンジョン他のシリーズに出張させるみたいなモグ的な使い方でなんかやってみようかなって思います。はい。第二学生あったらほんとベストだったんだけどね。まあとりあえず、こんな感じでしたが、先ほどから言ってる通りまだ見てない方はね、あの空前絶後の僕がガチャ引退覚悟を決めたような、ガチャ動画、それから生放送ね、あの見た方、あの見てない方、ぜひ試しで見てください。ね、なんかコメント、やってほしいこととか、なんか改善点とか、もろもろあればコメントにください。そしたらなんか検討します。はい。といったところで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方は、ぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。